西木橋出口とは、愛知県名古屋市中村区名駅にある、名古屋高速都心環状線の出口である。当該出口は、西木通りの坂へ方面行き車線に合流する。一般道路との円滑な合流を期するために、出口専用の信号機が設置されている。出口では、反対方向への展開が可能であるが、これが当該出口付近における、 都心環状線の渋滞発生の一、要因とされている。ランプの最小曲線半径は45メートルの急カーブで、通過速度は時速30キロメートルに規制されている。西木橋と西木橋出口。西木橋出口は新須崎 JCT から0.8キロメートル北へ延伸する形で開業し、高速三号としては初めての開通であった。当時は、 他の都心環状線とはつながらない孤立した路線で、1号、万馬線千音寺方面からの交通のみが利用できた。よって、今回の延伸で恩恵を受けたのは、三重県方面からの利用者で、従来の白川出口に加えて、名古屋駅付近でも流出可能となったことで、利便性が向上した。なお、名駅出口の名前は、中村区名駅4丁目にあることから付けられた。 ところが、名駅出口と名乗る割には、名古屋駅とは、正反対の方向へ流出することから、名駅と想像した利用者から遠回りになるとして、校舎に苦情が寄せられた。名古屋駅への出口と混乱しやすい、名駅出口については、都心環状線全線開業を機に、西木橋出口に改められることになり、1995年9月に、解消された。 なお、西木橋は、オフランプに近接する堀川に架か,かる橋の名称である。ありがとうございます。